皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は小学校6年生の算数、比を簡単にする方法についてお話しします。比の値を変えないで比をできるだけ小さい整数に直すこと、これを比を簡単にする、このように言います。まず基本的なもの、ね、整数同士の場合は比の値を利用して比を簡単にします。括弧1、5対15比の値はこれ15分の5ですよね。約分します。5で約分すると下は3、上は1で3分の1になりました。分子が前で分母が後ろという順番なので1対3になりますね。5対15、比を簡単にしたら1対3になったということです。2番、6対9、同じようにやります。これ比の値は9分の6ですね。3で約分していきます。下は3、上は2で3分の2になりました。分子が前で分母が後ろですから2対3となって、6対9、比を簡単にしたら2対3になったということです。次は小数の場合です。小数は、その小数を10倍とか100倍して、整数に直してから、比を簡単にしていきます。括弧1番、0.3 対 1.5。これ、小数第1位までの数なので、10倍します。0.3×10 対 1.5。×10 こうなりますね。これ暗算でできちゃう人はもう暗算でどんどんやっちゃってください。3対15です。比の値は15分の3ですよね。約分します。3で約分して下が5、上が1、5分の1になりました。分子が前で分母が後ろということで1対5、つまり0.3 対 1.5、 比を簡単にしたら1対5ということです。2番、2.8 対 4.9、 同じようにこれ小数第1位までの数なので10倍します。もし小数第2位までだったら100倍してくださいね。この場合は10倍です。 2.8 対 ×10 対 4.9 ×10 こうなって28対49になります。これ比の値は49分の28と。これ7で約分できるので7で約分しちゃいます。7と4ですね。7分の4になりました。これ分子が前で分母が後ろですから4対7ということです。2.8 対 4.9、 比を簡単にしたら4対7になったということですね。次は分数の場合です。分数の場合は分母の最小公倍数を見つけて、その最小公倍数を2つの分数にかけて整数に直して、それから簡単にしていきます。括弧1、3分の2対4分の3ですね。分母3と4ですから最小公倍数12ですから、2つの分数に12をかけます。3分の2かける12と対4分の3かける12と約分します。約分しますと2子が8対9になりますね。これ比の値の形にしても約分できないので8対9がそのまま答えになります。3分の2対4分の3、比を簡単にしたら8対9になりましたということです。括弧2番ですね。5分の2対15分の8、これ最小公倍数、5と15が分母ですから15が最小公倍数なので2つの分数に15をかけます。5分の2かける15対15分の8かける15と、こういう計算をします。
約分しちゃいますね。もう約分しちゃいますと6対8になりました。これを日の当たりの形にするとこれ8分の6になります。2で約分できますよね。ですから2で約分して下が4、上が3、4分の3になりました。分子が前で分母が後ろという順番なので3対4、ね、5分の2対15分の8、比を簡単にしたら3対4になったということです。今回は比を簡単にする方法についてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。